カリスマ細谷チャンネル。おはようございます。あ、こんばんは。今日はどちらへ？これ名古屋。自分で運転してきたんだよね。何わけのわかんないこと言ってんの。なんかね、あの高速ピューンって走ってたらついちゃったから。ああ、そうです。うん、今日はどちらにお買い物へ？ひつまぶし。名古屋と言ったらひつまぶし、ね。そうですね、ひつまぶしですね。これがひつまぶしの有名なお店ですか。これエッセ。あ、エッセ。はい、ちょっとね、体も。高野由里ビューティークリニックみたいな感じですか。そうですね。ちょっと違う。メンズってか違うんじゃないですか。いや、メンズエッセですよ。あ、はいはい。え、だってメンズじゃないですか。まあそうです、そうですね。はい、今日はどちらへ？ひつまぶし。ひつまぶしです。どこに？とりあえずじゃあ、こっちがないですか？探索してみます。ココイチでいいんじゃないですか？変な疑いかけられますよ。何がこんなとこうろうろしてたら。もう一応俺カレーダメじゃねえですか。ああ、そうそうですね。はい、もう明日仕事行かないっすよ。カレー食べて。はい。僕なんか普通のひつまぶしです。やっぱ YouTuber 違いますね。天気とかか、うん、牧場だったらさ、木の水にしてくれててもいいと思うけど、そこはしっかり細かく取るんだ。関東じゃない。あれ俺の、ね、ちっちゃくね。いやマジか、マジで波っすよね。変えてもらっていいですか。波っすよね。いやいや波だからさ。あれタケさん、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 マジであんな差があんの。だって倍じゃ効かないよ、これタケさんもね。これタケさん、これタケさん、食べちゃうのあげないっす。触りもしない。でかいね。食べちゃう、触んないっす。だって拳ぐらいしかないんだよ。ちょっとだけ、これ油も垂れないんだ。どういうことですか。油切ってますから、ね。垂れつけたね。いいな、でかいの取ってたね。なんでしなかったんですか。いやいや、たっけーか。これでもほら、これ、ほら。もう出来上がりますね、そろそろ。いや、あれ丸ってのかのか、まあ、ミルフィーユ状ってたからね。そうですね。あれ、1枚で1杯ですかね。でかい口叩くの。
れで3杯買わなくちゃいけないんですよ。そうですね。俺の方逆に経済も俺の方が困るって思うんだから。さけさんもあのお茶漬けの出汁はさ、やっぱり量だいぶタレつけますね。まあね、量多いからね。出来上がり？出来上がったっぽいっすね。見ちるよ。あれ、俺あんだけ？タレつけたもん。少なくね、俺の。すごい希少部位ですよ、たぶん。いや、俺、ちょっとだよ。1匹からあんだけしか取れない希少部位っすよ。きっと。タレつける回数も少ねえんだけど。全然ちっちゃいもん。竹さんの時すげえ。入りきるおひつに。心配なんですか。栄養補給ですか。俺のと並べるとかない、じゃあ待ってます。当たり前、ただ食べるだけじゃん。オープン、オープンです。ちょっと勝手にいじんない。はい。勝手にいじんない。はい。はい。見た目は、あ、でも、いや、森が違う。量が違います。いただきます。中にもいる。中にもいるよ。いる。ほらほらほら、二層ですね。二層、奇層競争。はい、うまそう。上のやつも二層になってる。そうです。3センチ。せめて5センチぐらいじゃない。いや、3センチです。いないですね。美味しい。すぐロバン。すぐロバンです。バインダー打ってるね。うん、あっしりまでした。はい、いただきます。栄養補給ですか。はい。これ邪魔。じゃないですか。いらない。バインダーから出てきます。25銭ぐらい食ってんの。はい。高速バリですね。はい、国道16号なんです。16号じゃ収まんねえっす。国道って何線ぐらい入ってんの。20線、25線、20線ぐらいじゃない。20線、15線と、はい、天下の16号が15線、はい、いいね。もう終わってますけど。
まだ食べ終わってないですか。早いですね、食べ。うん、はい、そうですね。男気ですか、はい、もうもうその終わりっすね。男気勝った方が払ってくれるという、そう、はい、いきますか。男気じゃんけん、じゃんけんぽい。はい、これ、そう。お願いします。お父さん、あんな高いの。明日朝、モーニングかなんかでやりますか。朝ごはんキャンセルして。え、朝晩キャンセル。モーニングに何食うの、マックスか。いえ、帰らず、もう即決別ですか。来てくれるんですか。行かないです。行かないです。いくらっていうか。いくらっていうか。1000円。1000円はさすがに怖いよね。うん、ちょっと怖い。安すぎた。逆に。この裏じゃない。飛ぶネズミみたいに美しくなりたい。写真には映らない美しさがあるから。リンダ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 、もしも僕がいつか君と出会い話し合うなら、そんな時はどうか愛の意味を知ってください。ドブネズミみたいに誰よりも優しい。ドブネズミみたいに誰よりも温かく。みんな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 、チャンネル登録よろしくね。